すぐ済む。協力すればでしょ。出ろ。気負いすぎるか。はいはい。まあいい。よいしょっと。悪くない。あれはロボットアーム、かわいいよね。うん、嘘、はしご引き上げられてる。この子使えないかな。私乗るから上までお願い。本気か。もちろん、上に行ってはしご下ろすね。あれ？うん、よし、この調子で頑張ろう。待て。起こしちゃった？狙う。モンスター出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。
やるしかないか。突き落とせ。やっ。やっ。危ない。ここで仕掛ける。行き止まりみたい。
アームであのコンテナ掴めない？クラウド、もしかしてアーム担当だった？はい。え？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私、下に行くね。クラウド、いいよ。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。誰もいないね。
まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償、弁償、弁償ってなんだバーカ。お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その あれだ、のえ、弁償ってのはそのあれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみ、身ぐるみ、身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。うそ。もうめちゃくちゃ。やってやる。撃てろ。しまった。はいはい。お休み。おい。そっちは大丈夫。私の出番。投げちゃう？ごめん、行くよ。やっ、取れ。よし、じゃあ。いいか、お前ら動くなよ。死んだふり、死んだふり。バレてない、バレてない。今のうちだ、ずらかるぞ。置いてかないでくれよ。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。ちょうどいい。今度は逃げ試しだ。行け。やっ、それ。このままでは。いいところ見せなきゃ。やばい。それ。よし。離れてて、ね、やだ。やだ、投げだ。頼んだぞ。気合い、気合い。さあ、ごめん、下がって。仕切り直す。狙う、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 なんとかしなきゃ。どう、呼んでけ。
たはしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。Thank you.
まくいったね。ああ、だな。うん。あ、おう。ん？クラウド、今。急ぐぞ。クラウド、次は合わせるからね。ごめん。そこのカップル、ここを通りたく、身ぐるみ置いていきな。お任せあれ。倒れるわけだ。はぁ、いけるか。飛んでけ。切り替えよう。まだかな。へへ。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない。いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く。昔、ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。
前見なくちゃね。ここ。ん？ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？ああ。はいや！ティファ！無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。急いで追いかけよう。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん、
なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子探してるんだけど。探してどうするつもりだ。もちろん助け。その子がタイプなんだって。だからん、兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ、特徴は。特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか。そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな、あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ。あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか。おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった、うん、とにかく街の中探してみよう。